ヌビアンはイギリス海軍の駆逐艦。トライバル級。艦名はヌビア地方に暮らすヌビア人にちなむ。ヌビアンの名を持つ艦としては二代目。ヌビアンは第二次世界大戦において、軽重に洋艦オーライオン及び駆逐艦ジャービスと共に戦艦ウォースパイトの14個に次ぐ13個の戦闘名誉賞を受賞した部君めでたい艦として知られる。 ヌビアンは1936年8月10日にサウサンプトンのーニクロフト社で寄港1937年12月21日に浸水し1938年12月6日に艦長リチャード W レーベンヒル中佐の指揮の下で収益した。収益後はトライバル級駆逐艦で編成された第一トライバル駆逐艦船体に配属され、 地中海艦隊で活動した。1939年9月に第二次世界大戦が始まると、ヌビアンは、船体の領艦とともに、本国近海で活動する。ヌビアンは、護衛任務やドイツ艦船の捜索のほか、粗速気球の栄光実験にも従事している。12月28日には U-30 の来撃で、損傷した戦艦、バーラムの帰頭を護衛した。 1940年2月にヌビアンは通商破壊を行う装甲艦、グラーフシュペイの補給船であるアルトマルク号の捜索に従事。4月にはノルウェーの戦いに派遣された。1940年5月ヌビアンは駆逐艦、ケリー、マオリ、ヘイスティ、インペリアルと共にナムゾスからの撤退作戦に参加する。撤退は無事に終了したものの、キロに ドイツ軍機による激しい空襲で駆逐艦アフリディとフランス海軍のビゾンが失われた。スカパフローに帰還後、ヌビアンのペナントナンバーは G36 に変更されている。同月、ヌビアンはジャービス、ジェーナス、ジュノー、モホークと共にフィリップ・ジョン・マック大佐率いる第14駆逐艦船隊の指揮下に入ることになった。5月18日、ヌビアンらは 航海に派遣される第5駆逐艦船隊所属の京急駆逐艦4隻と共にプリマスを立ちアレキサンドリアへ移動した。ヌビアンらはイタリアが参戦する2週間前の5月25日にアレキサンドリアへ到着した。地中海の戦いでヌビアンは敵艦の総統、陸軍への支援砲撃、輸送船団の護衛、艦隊護衛といった様々な任務に従事することになった。 イタリア参戦後の最初の地中海艦隊の出撃に参加。続いて大戦相当作戦や英華海からエジプトへの戦艦の護衛に参加した。1940年7月にカラブリア沖海戦に参加。8月には地中海艦隊に配備されるために移動する戦艦バリアント空母イラストリアスラを護衛した。9月17日、従順洋艦ケントが ヌビアンともホークを伴って、バルディア砲撃へと赴く途中で、イタリア軍のサボヤマルケッティ SM-79 の攻撃を受けてケントが、ひかみなりし、ヌビアンは、ケントをアレクサンドリアまで栄光した。11月12日には、ヌビアンを含む、X 部隊はメガバイト8作戦の一環として、小船4隻及び護衛の水雷艇、ニコラ・ファブリッチと仮想巡洋カンラム3世からなる。 イタリア戦団を攻撃、商船4隻すべてを沈める勝利を得た。1941年1月に、ヌビアンは、マルタ島への大規模な輸送作戦である MC4、作戦に参加、戦艦防スパイと、バリアント、空母イラストリアスを含む、A 部隊の護衛を担当した。3月には、またパンミサキ沖海戦に参加。 航空魚雷の命中で落語していたイタリア海軍の従順洋艦ポーラに接近し、ジャービスと共にポーラを来撃処分した。翌4月には、タリゴ船団の戦いにおいてヌビアンは、両艦と共にイタリアの輸送船団を護衛艦艇もろとも全滅させる功績を挙げた。5月初めに MD4 作戦に護衛として参加後、ヌビアンはクレタ島の戦いに加わったが、 この戦いでは多くの艦艇が失われた。5月26日にヌビアンはドイツ空軍機の爆撃を受け大破してしまう。ヌビアンは艦備部の推船から上をすべて失い、戦死者7名、負傷者12名を出した。火事も破壊されたが、幸いなことに推進機は無事だったため20ノットで航行が可能だった。ヌビアンはジャッカルの援護を受けながらなんとか、 アレキサンドリアへ帰投することができた。しかしながら多大な損害を負ったヌビアンは6月12日にインドのボンベイへ栄光され、以降18ヶ月間の長期修理を受けることになった。この修理に合わせて3番砲が4インチ、連装広角砲に換装されたり 286M 型レーダーが搭載されるなどの改良も行われた。 修理が完了したヌビアンは1942年11月第14駆逐艦船隊に復帰した。同月にヌビアンはマルタ島の包囲が解かれて初となる大規模輸送作戦ストーンウェイジ作戦に参加。同月28日には敵戦団攻撃のため軽部隊に加わった。12月2日ヌビアンはジャービス、ジャベリン、ケルビンと共に アルバコアライ撃機により撃沈された輸送船の乗員を救助中だったイタリアの水雷艇ルポを捕捉、撃沈している。1943年1月8日、ヌビアント・ケルビンはクリアと諸島沖で原動機付きホブネ3隻を沈めたと報告した。翌日、ホブネ1隻を沈めた。1月16日、ヌビアント・ケルビンはトリポリからランペドゥーザ島へ向かっていた商船。 ダンヌンツヨと護衛のイタリア水雷艇ペルセオを攻撃し、ダンヌンツヨを沈め、ペルセオを損傷させた。1月18日から19日、または19日から20日の夜、ヌビアンは、駆逐艦パケナムと、ギリシャ海軍のバシリス・サオルガと共に、イタリアの小型輸送船ストロムボリを沈めた。1月22日、軽巡洋艦、クレオパトラ、ユーライアラスト駆逐艦ヌビアン、ケルビン、 ジャービス、ジャベリンは、ズワーラ砲撃を行った。4月30日、ヌビアンは、駆逐艦パラディンと共同で、イタリアの輸送船ファウナを撃沈。パラディン及び、ペタードと紹介中だった5月3日には、イタリア船カンポバスソと護衛の水雷艇ペルセオを発見、2隻とも撃沈している。5月7日に、ヌビアンは、駆逐艦、ラフォーレイ、ロイヤル、ターターと共に、 ボンミサキ沖で、ドイツ海軍の総海艇、M6616 アルバエーダーとイタリア海軍のエーセンポルトチェザーレを沈めた。6月、ヌビアンは、パンテレリーア自前の上陸を支援。6月20日には、トリポリから、マルタ島 M カー国をジョージ6世のお召し館である、軽巡洋艦オーロラを、ジャービス、ルックアウト、エスキモーと共に護衛した。その後もヌビアンは、 シチリアとされるのへの上陸作戦を援護している。1943年12月に本国へ帰還後は、1944年4月までメインマストのラティスマストへの変更や談波、方向探知機、285型レーダーの装備などを含む回収作業に費やした。1944年5月に復帰後は本国艦隊第三駆逐艦船,船隊所属となり、6月には、 ノルマンディ上陸作戦を支援。その後は北極海を行方祖先団とノルウェー沿岸で行動する本国艦隊の護衛を行った。ノルウェーでの活動にはトロンハイムフィヨルドの有ボート基地とアルタフィヨルドに潜む戦艦ティルピッツへの空襲作戦が含まれる。12月、ヌビアンは第10駆逐艦船隊へ転籍し、同じトライバル級駆逐艦アシャンティ、エスキモ、 ターターと共に海峡南西口で活動した。1945年に入るとヌビアンも極東への派遣が決まり、1945年3月にトリンコマリーで東インド諸島艦隊に加入する。4月に戦艦クイーンエリザベス、フランス海軍のリシュリューなどからなる第63任務部隊に配属されたヌビアンはビルマの戦いで、 ランブーンへ上陸するイギリス軍を支援。翌5月には、アンダマン・ニコバル諸島周辺の日本軍基地や艦船を攻撃する護衛空母の護衛に当たった。6月5日、ヌビアン特築艦、ターター、エスキモ、ペン、パラディンからなる第65部隊は、ニコバル諸島、サバン艦での船舶攻撃を目的として、トリンコマリーより出撃した。6月12日、 アンダマンからの兵力輸送を行うため派遣されていた日本の第57号区船艇及び第2クロシオマルをロンド島の北西でレーダーで捉え、ヌビアンが砲撃で第57号区船艇を沈め、エスキモーが雷撃で第2クロシオマルを沈めた。これは第2次世界大戦において物資輸送の妨害を目的としたイギリス海軍による最後の水上戦闘であった。 退避中日本軍機の攻撃を受け、ヌビアンから15ヤードの場所で爆弾が爆発したものの、被害はなかった。日本がポツダム宣言の受諾を表明した後の9月2日には、ヌビアンは戦艦ネルソンらを護衛して、ペナンに入港し、現地の日本軍部隊の降伏を受け入れた。ヌビアンは9月下旬に退役のため本国へ向けて、出港、11月18日に、 ポーツマスに到着し、予備役に編入された。ヌビアンは1948年に廃棄リストに乗り、ストリベンコで標的艦として爆発物の実験に用いられた。ヌビアンは1949年6月11日に、ブリティッシュアイアンスチールコーポレーションに、スクラップとして売却され、栄光後6月25日にブリトンフェリーの解体地へ到着した。 ヌビアンは生涯で13個の戦闘名誉賞を受賞した。ノルウェー1940かラブリア1940。 メティテレニアン1940の43リビア1940またパン1941スホックス1941グリース1941クリート1941マルタコンボイズ1941シリー1943サラガナンバーワン943アークティック1944ビルマ1944の45この記録に 並ぶのは、ヌビアンと共に、地中海で戦った、慶純洋艦オライオン及び、駆逐艦、ジャービスの2隻だけであり、2度の世界大戦に参加した、地中海艦隊機関、戦艦ウォースパイとただ1隻のみが上回っている。ありがとうございます。